ちたの映ってたんかな。やばい。待ってね。待ってね。オッケー、どうや、あー疲れた、聞こえるかな、ビジーって言ってるんかな、あー疲れたウケる、めっちゃ笑えるもう始まってる、こんばんは、あきこさんや、あきこさんだけ届いてるんかな、大丈夫かな、声大丈夫かな、なんか全然わからん、あれ？これ聞こえてるんかな？充電もやばい。お疲れ様、あきこさん。もう、ボロボロ。ボロボロな上に、また10分、15分で終わるライブですわ。はぁ、ハードや。聞こえてる。大丈夫。あぁ、ディオティアンクスさんも、こんばんは。あきこさん、ありがとう。お疲れモードもかなり。めっちゃ疲れた。めっちゃ疲れた、ウダックさん。だけど、この後また会議なんですわ。すごいね。眠たい。なんかね、このリングライトの、リングライトがもう壊れかけですわ。あのね、こうやってカメラをね、こう持っててくれる、こう持っててくれる。ここがね、ポリンって取れるの。ポリンって。だからね、カメラをこう持ってても、ポリンってやめるの。カメラが落ちる。もう疲れる。リエマッシュさん。リエマシャラブさん。こんばんは。はじめましてや。やっぱり。やあ、はじめまして。見てくださってありがとうございます。いきなりむっちゃ疲れてる配信でごめんなさいね。もう今日めっちゃ疲れた。あー、夏はナッツさんだって。夏ナッツさんや。夏ナッツさん、こんばんは。ありがとうございます。セリアミキや。セリアミキさんもおはようございます。おはよう。セリアミキはどこやったかな、ブラジルやったかな、グモーニーセリアミキ、セリアミキグモーニーブラジルやったかな、ヤダモンさんもこんばんは、ポリンそうそう、もうダックさんもこう持ってる、ここがポリンって取れたらもうダメなやつ、なんかね、ここがこう伸びるのよ、こう、これ何だよ、ほら、ここの幅がいろいろだから、ここがこう伸びるの、こう伸びて捕まえる、伸びて捕まえる、伸びてポリンみたいな、もうやだ、あ、本当やな、今のチームは2人に目変えとこうかな、もうここに書くわ、めっちゃ眠たい、もう今すぐ寝れますよ、もうめっちゃ眠い、疲れたー、ねー、やばいね、でも京都に行ってきましたよ、久しぶりに、半年ぶりかな京都は、あー、豆腐さん、こんばんは。ありがとうございます。豆腐さん、今日はありがとうございます。あの、豆腐さんがね、静岡の、朝日テレビか、の放送をね、録画してくれてたの、しかも録画の仕方がすごいよ。こうやって手でね、こうやって録画してくれてるの、じーっと思って、このね、ちょうどテレビの上と下がね、真っ暗にして、あの、いえ、他の、その、部屋の何かが映らないようにしてずーっとじーっと手で持って録画してくれてるのすごくないですか、いやーさえめっちゃ嬉しい、私すぐあの実家の母にその動画をね見てってテレビに出たんやよって言ってすぐ実家の母に送りましたよ、もうめちゃめちゃ喜んでました、母が妹もねすごいやんって言って豆腐さんのおかげ、ブラジル、セリアミキ、やっぱブラジルや。セリアミキー、ブラジル何やったかな、何やったかな、忘れた、スペイン語。スペイン語だったと思う。セリアミキもスペイン語だったと思うんだけどな。ポルトガルだったかな、セリアミキはスペイン語。そう、ちょっと調べるわ。スペイン語だったと思うんだよな。ありがとう。グラシアスや。そう、グラシアス、セリアミキー。グラシアス。違うか。
ブラックさん、ただいま、あったかい録画。もう、動画すごい。部屋真っ暗で動画撮影しましたって、こんなん思いつきます？皆さん。私、とてもじゃない。私、タイマー録画ができないんで、自分がね。だから、録画はできないですよ。私の力量じゃ。それをね、手でこうやってね。持って、ポルトガル語か。ポルトガル、スペイン語じゃなかった。わかったよ。ポルトガル語。翻訳。ポルトガル語何やったっけ？ありがとう。オブリガードだ。オブリガードセリアミキー。オッケー、オブリガード。これでどうだ？オッケー、オブリガード、ありがとう。ごめん、ポルガ、あ、セリアミキーはポルトガルのブラジル人やった。オブリガード。今日は違うブラジル人来てくれたやつや。ね。で、豆腐さん、ありがとう。こんばんは、お疲れさん。京都配信行ったら終わってた。ごめんなさい、ものの3分で終わったの。あの橋を、いつものあの橋を渡る間だけ、ちょっとほら、人混みが映ったらダメだし、人が映ってはダメなんで、もう橋の上から見える景色をパーって映して終わり。もうほんと一瞬秒で終わった不親切な配信やったんですけどね。そう、ちょっとでも京都をお裾分けできたらいいなと思いました。いや、本当に秒で終わったの。3分配信もなんかどこかのお姉さんみたいな超激短配信で、ほんと少ない人数の方にだけ楽しんでいただいたっていう、本当に私の不親切な 喜んでもらえてよかったです。トムさんのもうめっちゃ嬉しかった。なかなかそこまでしてもらえないですよ、もう。笑える、なんか私一生懸命、笑える。ちょ、見て、私このライブの始まり見て、こんなんやね。ほら、パチンが壊れて、もう運ばれてても始まってたんだね。今日めっちゃおもろいわ、ほんま。もう今日ほんとライブの昼間のライブは、ほんま聞いたと思った。そう、劇団で配信したと思った。この夜のもうやっつけ仕事のインスタライブは、もうこのパチンが壊れたのを直してるとこももうすでにスタートしてたっていう、もう恥ずかしい、恥ずかしい、もうどうでもええわ、もう恥ずかしいわ。まゆみさん、こんばんは。そう、キイカさん、笑った。ブラックさん、どこさんのお姉さん、来た、気をつけるわ。 いろいろな。 あー、ハードや。今日は徹夜からの、京都からの、今からの、そして今からまた会議ね。ちょっとまあ頭がチカチカするけど、でもちょっと話し合いたいことも私もあるんで。そう、工事の人。 あー、YTK あこさんや。 YTK あこさん、久しぶりです。ご無沙汰してますけど、お元気ですか？豆腐さんが笑ってる。もう恥ずかしいやつや、豆腐さん。もうテレビ出たいって嬉しい言うて言うた後に、こんなんめっちゃ下から鼻がめちゃめちゃ見せて、一生懸命リングライト直してる。もうめちゃめちゃ大放送。ああ、放送事故もええとこやで。 みんなこんなん見せられてたやな。もうごめんなさいよ。 忙しすぎ言うて。そう、ちょっとね、昨日は私なんであれから寝なかったんかしらっていう感じ。そうね。ちょっと今日はハードでしたわ。でもこれね、今日の会議終わったらもう爆睡しますよ。米洗って爆睡もう決めてる。もう爆睡します。もう化粧落とす元気なくてもいいから、もう爆睡するって決めた。あー、忙しいよ。 これは12時から会議なんで、あと5分くらいで終わりますね。今日はね、半年ぶりぐらいに京都に行ってきたんですけど、やっぱなんか県外に出る、県外に出るのは今年コロナになって、この間の静岡の収録とこの京都が2回目なんですね。あまり良くないなと思ってはいますけれど、今日はもうやむを得ず出ないといけない用事だったんでね。そう、行ってきましたけど、京都はね、今年の1月の10日ぐらいかなに一度自分一人でね、京都に行ってるんですね。だからそれぶり、半年ぶりか、ちょうどね。半年ぶりの京都。半年ぶりの京都は、やっぱり好き、好きっていうか楽しかったのもある。
そうだな。でもなんか、なんか不思議に思ったのはあれだね。外国人の観光客がいないねって思う。ものすごく。街に人が歩いてでもね、日本人が多いなーっていう、まあ日本だからそうだけど、京都は観光で本当外国の方がすごく多いのに、人はいるけど外国の方少ないシステムって思いました、印象でね。やっぱりそうなんだね。いっぱい寝てー言うて、まひみさんが言うてくれた、ありがとう。 いっぱい寝る。 バックバックに爆睡して、具だくさん、わかった、爆睡する、米だけ洗うわ、米だけ洗って寝る。 お疲れ様でした、あと少しでファイトですねって。そう、あと少しのファイト、なんかね、頑張れる。このね、マルシェの会議、みんなのために思えば頑張れますよ、頑張る。やっぱり今はないんだねーって。ない。なんか外国の方は本当にほとんどお見かけしなかったな。あんまりそんなに私もうろうろなるべくしないでいるから、じっくり観光なんてとてもじゃない、観光名所に行ってないからなのかな。いやでも街の中、四条河原町あたり、少ない、って思った。 今日はバタン Q かな。疲れた時は少し高めの栄養剤飲むと効きますよ。飲む、私もそれする、もうなんか飲んで寝る、なんかね、もう体が無理ですわ、めっちゃだるい。うえ ね、そう、半年ぶりの京都は、いつもの京都のようでちょっといつもと違うね。 外国人の観光客がいない京都。なんかね、やっぱりコロナでも街は動くんだねって思ったのが、いっつも止めてた、これ京都の人は分かるんかな、四条河原町あたりのね、あれどこって言ったらいいんだろう、ファミマのとこの近くでね、ファミマ容器あるやんかーい、あれはどこらへんって言ったらいいんだろう、H&M の近くらへんにね、ちょっと路地入ったとこにね、めちゃめちゃ立体のね、なんかね、車をね、ガッサー、ブーン、持ち上げて、よいしょーって運んで、ドッサーって運んで、入れてくれるような、なんかすごいシステムの駐車場があるの。あれが子供が好きでね、私も好きでね、すごい立体駐車場っていうか、こう、なんかマシンみたいなのが、こう、車をガッサーって持ち上げて、で、ガッサーって、こう、なんかこう、2階、3階、3階建てみたいなところに、こう、ガッサー入れてくれて、みたいな、そういうね、駐車場、屋さんがある、駐車場屋さん、パーキングがあって、そのマシンが車をこう運んでってくれるありさまが、なんかめちゃめちゃ素敵やし、そこの駐車場気に入ってたんです、すごく。私も主人も子供たちもそこに止めるのを決めてた、いつも四条河原町行く時はそこに止めてたので、もうそういうの、そこの駐車場がお気に入りやったんで、車をこうガサ持ち上げて運んでるところ、子供たちもわーって見るからね。そう、そこにね、また今日も変わらず止めようと思ったら、ないの？って、駐車場がないの。そんなことある？駐車場屋さんがなくなって、駐車場屋さんになってたの。って、なんか、ガッサー持ち上げて、なんかマンションみたいな、車のマンションみたいな感じで、こう、なんか 4×3 みたいな感じで入れていくんですよ、車をね。ガッサー言うて、で、私あの車ですで帰ってきて、あれを迎えに行くんです、ガッサーって、車を持ってきてくれるっていう、駐車場、京都の人分からんかな、あれは幻やったんか、違う、もうずっと止めてた、ガッサーしてくれる駐車場、まず気に入って行ったら、更地の駐車場に変わってたの、更地の、もうガッサーがおらん、もうただの平たい駐車場になって、そして満車なの、そこが、だから平たいから、もうすぐ満車、ガッサーって上に、ほら、上に行けないから、駐車できる台数が少なくなっちゃって、って満車でなんて、あれって、あれガスの駐車場どこ行ったんかしらっていう感じ、って、
あれなくなったんやな。めっちゃショック。京都ってもうちょっとコロナの間にやっぱ街って動いてた。ガッサー好きで、もう何年も駐車場が好きで、子供たちとわーって言って気に入って止めてたのにね。ああ、やっぱ維持するのが大変だったんかなって、なんか自分たちの気持ちを収めつつ、そう、京都もコロナがある間に、この半年の間になんか変わったんかな。ちょっと寂しかった。ガッサーのパーキングについて熱く語る。OK、時間がやばい。そう、時間がやばいんでね、ここら辺で今日は短いですけど、終わろうかな。奥野苗さん、お疲れ様です。来てくださったのに、ちょっとここで今日は短いですけど終わりますね。おう、やすさんもありがとう。 今日は短いけどここで終わります。明日からよく寝てリフレッシュして、また元気な姿でライブさせてもらいますね。今日はもう疲れた、マックス疲れた。これからは会議ですね、ここからね。また頑張りますよ。じゃあね、明日からまたいい一日になりますように。いくよー、終わりのじゃんけん、じゃんけん、グー、グーだったー、バイバーイ。